オンボーカル、オッシー、そしてオンドロス、ナスビ、そして紹介いたします。まあ、今日はね、樋口宗隆さんの追悼コーナーユニットということでですね、ラウドを、ね、お送りしました。でさらに原点となる次はレイジをこの方が歌ってくれます。紹介します。音楽片山啓治。はい、ああいやなかなかね、松尾君素晴らしい。これなんだっけ、シンバルのね、いや違う違う、さっきのこれ熊さんが暴れ回ってるみたいですね。見事に決まってたじゃないですか。皆さんね、あの樋口宗幸さんはご存知でしょうか。宗隆ですよ、知ってます、私の兄貴ですからね。あの樋口宗隆、今日は追悼ユニットということでですね、あの皆さんなんかあのプロフィールみたいなのをね、なんかご配布させていただいているというお話聞いてますけども、まああの数々のバンドでね、とても頑張ってこられた、ね、あの日本のトップドラマーですけども、ね、その、まあ、一番最後はやっぱもちろんラウドネスだったんですが、もう亡くなったのは5年前ですけどね、ちょうど5年、5年前の今日です、ね、ラウドネスがその前スライというバンドで、まあ、その前もう一回ラウドネスがね、あったんです。その前にレイジーというあのバンドがありまして、まあ最初はねアイドルバンドだったんですが、まあ、皆さん年代的にご存知の方はいらっしゃるかもしれないけど、銀座ナウとかね、そうアイドルがもうキャピキャピッと出るような番組で赤ずきんちゃんご用心とかね、そういうのを歌ってらっしゃったんですけども、まあ、あのヒューさんのドラムですけども、まあ、そこから、ね、レイジがヘビーメタルバンドに変貌していった時期のレイジの曲を一曲、お届けしたいと思います。ロンリースターというです。I won't tell my heart, but you and me in a far away. Can you hear my song, the lonely star? Let's go.
久しぶりに参加していただきました。オンベース、田中さん、はい、最近ちょっとよく絡みが多いかなって感がありますが、ね、相棒って言っちゃあれなんですかね、オンギターヒデ、なんか頑張ってごめんなさい。はい、でね、まだこの後も、引き続いて歌ってもらいますが、コーラス、はたちゃん、よろしくお願いします。そしてラウドネスを見事歌い切ってくれました、オンボーカル、おっしー、いろいろと今回はありがとうございます。そしてまさかこの曲を歌っていただけるとは思っていなかった、本望から片山健二さん、ありがとうございました。はい、そしてですね、なんと、お、出てきてくれました、オンキーボードゆうこりん、
紹介しよう、はい、この後ね、浜田まりステージが控えているんですが、その時でいいのかな、了解。じゃあ、すみません、もう一方、メインとなるドラマをお呼びしたいと思います。オンドラムス FT 平野さん、ね、何出すの？お疲れ様だよ。あ、随分だ。すごい企画になってましたね。ね、皆さんね、ちょっと席があってよかったですね。この企画、ずっと立ってるのつらいよね。まあ、ちょっとご、ね、今ロンリースさん前にご紹介しましたけど、まあ、樋口萌太が追悼企画ということでね、皆さんちょっと、まあ、お気づく、ね、お付き合いいただけど、皆さん、樋口萌太が知ってます？知ってます？はい、知ってるとかあった？知ってるから、知らない方が多いですね、はるかに。めちゃくちゃ知らない感じですか、これ。ね、めちゃくちゃ知らない感じですか。そうですか、そうですかね。まあ、さっきもちょっと申し上げましたけどね、まあ、5年前に肝細胞がですね、惜しくもこの世を去られたんですけど、まあ私もね、まあ次にね、出てくる凪のステージである浜田まりさんという、アーティストがいらっしゃいましてですね、まあ、その方のプロデュースもね、若い頃なさってまして、まあ、それをきっかけに私も、まあ、こう音楽の道にね入らせていただくような段取りがあったんですけども、あら、君たち、なんで出てきたの？ちょっと暇だったんですよ。あ、暇なんです。なんか素晴らしい絵格好してきてませんか？まあね、まあ、モッパさんのギターの子に前さんって言うんですけど、皆さん知ってます？樋口萌太よりもっと知りませんよね。もっと知りません。